えー、発達障害が疑われる場合、えー、精神科などに行く前に脳神経内科などで、えー、診察してもらった方がいいでしょうか、と脳の血流とかに問題があって、発達障害っぽい症状が出てるっていうことはないのでしょうか。ありません、はい、全然ないですね。それは、あの認知、うつ病を疑ったときに実は認知症でしたとか、認知症を疑ったけど実はうつ病でしたみたいな形のときはあの、ね、取りますけどあの、普通はないですね。 はい。で、これはですね、あの、血流を取った方がいいんじゃないかっていう形で、あの、脳血流測定とかを自費でですね、何万も何十万も取る、あの、なんていうの、ファストクリニック、ファストメンタルクリニックみたいなですね、スピードで見るような精神科っていうのがあったりするんですけど、まあ皆さん、そういうのには騙されないようにしてください。はい。 えー、で、あのー、発達障害は検査をしないと分かんないんですよって言ってです、ね、高い検査セットとかを,をするところもあるんですけど、まあ、それもあんまり騙されないように、基本的には病歴で取りますね。はいえー、なので、あの皆さん、騙されないようにしましょう。もうこういうのは言うようにしてますね。はい